大在大分高線の大野川大橋大分県道22号台、在大分高線は、大分県大分市を通る県道である。大分県大分市大在方面から、勢い池を結ぶ路線である。起点は、大分市のぼ南の国道197号高点から、北上し、突き当たりの大在公園を左折する。都市計画道路としての名称は、臨海産業道路であるが、 道幅が40メートルあることから40メーター道路、40メートル道路と呼ばれる。2010年12月に無料化された大野川、大橋有料道路を含んでいる。国道197号のバイパスとして機能している。沿線には、日本製鉄九州製鉄所大分地区などが立地する、大分臨海工業地帯が広がり、大材コンテナターミナルがあるなど、 大分市を東西につなぐ物流の動脈となっている。中島十条交差点から大の川大京都、交差点までは片側三車線となっている。当初計画ではだいぶ交通別台線と接続する路面電車の線路が道路中央部に走る予定になっていたが、社会環境の変化により中止された。現在は非常に広い中央分離帯として名残が残っている。また、 県道の指定を受けていない市道がそのまま昭和電工の石油化学コンビナートや三井造船の工場がある大分市債までつながっている。この県道は佐賀の関半島にあるパンパシフィックカッパー、佐賀の関西連所まで延伸する計画があったが住民の反対により旧大分市内で止まった経緯がある。2016年度より本路線の東端の大分市債から馬場に至る。 臨港道路細場場線の延伸工事が開始されている。この路線の整備により、本路線は国道197号と接続されることになる。沿道には、楠の木の街路樹が並木として植えられており、街路樹景観が優れていることが評価され、読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。ありがとうございます。